ガンダムラトレイヤーアップデート完了。ハーメスマーキュリー見参。バルバトスと同じ白いモビルスーツ、なんか角張ってるけど。もうガンダムの量産は始まっているのか。でもなんだこの獰猛な感じ。出てきたか招待状、楽しみにしていたよ。一つ答えてもらうわ赤メガネ。私や招待状はこの T ユニバースを修正するために呼ばれた。それは間違いないのよね。私にはそれを答える権限は与えられていない。この空間を組んだってことは、あなた確かに機動モビル装のサンクキングダムに戦った時とは別物。アップデートは済ませたと言ったろ。貴重なデータも手に入ったのでね。エイハブリアクターゼロシステムといった検証データだ。私たちがブレイク修正したミッションのデータじゃない。異なる歴史に存在するガンダムの機構、興味深いとは思わないかね、リトル。なるほど、やはりいい腕だ小隊長。そうだ、選ばれた。私たちを選んだのは管理システムってやつ。私にはそれを答える権限は与えられてる。お、通信エラー。君たちが修正を進めれば、奴の計画が。ここまで私と渡り合うとは、やはり腕利きだな、小隊長君。だが、ラトレイヤ。ま、お、レディ・ユノ、奴の計画を、俺の言ったことを、忘れるな。待ちなさい、まだ聞きたいことが。ユノ姉さん、あいつのことはアドバンシー。ガベージスペースが崩壊するよ。ユノ姉さんが組み直したプログラムを元にしてセキュリティホールをついて脱出するから。調べなきゃ。彼が何者で、ヤツとは誰なのか。よし、うまくいったな。次のディレクトリの特定ができた。小隊長さん、犬姉さん、行くよ。大丈夫？あ、どこかに捕まってた方がいい？データの移動だから別に必要ないけど、気持ち的に楽ならそれで OK。 病は気から、ユノ、病は気から。あなたたち AI なのに曖昧すぎるのよ。そう、彼女たちは AI。 でも、ハーミス・マーキュリーはどうなの？イリオンステーブル、全データの転送を完了。わかりやすく言うと、一階下に降りたってこと。ハーメス・マーキュリーからアドレスの追跡とかされてない？下手したら身動きが取れなく。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。さすがハロ先輩、早速働いてくれるね。その前にあの挙動不審メガネのことよ。実際に戦ってみて、小隊長はどう思った？パイロットとしての腕も考えると、そういう組織がバックについてるって可能性もあるけどね。コーディネーターなら操縦もプログラミングも両立できるけど、彼は違うっぽいんだよな。そう、彼には不可解な点が多いの。その上で聞くけど、さくら、あなたは一体どちら側なの？ユノ姉さん、
私は。あくまで私は味方のつもりだよ。これからどうする？犬姉さん、小隊長さん、私を信用してブレイク修正を続けていくか、それともハーメスやヤツっていう方を調べるか。私はどっちでもいいし協力するよ。そのために生まれたんだしね。私もそれしかないと思う。さくらが本当に信用できるかは別として、私いい AI だよ。さくら、悪いやつ違う。信じてやれユノ。小隊長も信じろ。小隊長。ハロック、いや、ハロ先輩。同じ AI 同士の共感ってやつかしら。さあ、じゃあ後輩のさくら、現状を説明して。ディレクトリが変わって何か違いがあるの？やるべきことは基本的には変わらないけど、さらなる歴史が出てくるし、ブレイクの度合いも大きなものが増えてきそうだね。さっきハロ君が検知したブレイクミッション、早速同時に3つも発生してるくらいだからね。ブレイクミッションが複数って、どんなミッションなの？修正方法は？落ち着いて犬姉さん、順番に説明するから、ちょっと場所を変えよう。さて、このディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。また宇宙世紀以外の歴史が2つあるね。宇宙世紀以外って、ポストディザスターやアフターコロニーの時代みたいなもの？そういうこと。コズミックイラと西暦の歴史だね。残りの1つは宇宙世紀になるよ。ハロ君が検知してくれたのは以上。どれを選んでもらっても OK だよ。1つ目はコズミックイラの歴史。アラスカ基地に強襲機動特装艦アークエンジェルの支援に向かう。2つ目は西暦2300年代の歴史。不時着したソレスタルビーイングの母艦プトレマイオス2、トレミンの救援よね。3つ目は宇宙世紀。私たちにとっては1ヶ月後の未来で、東南アジア戦線に参加してジオン公国軍の秘密基地を攻略する。ユノ正解。ユノ記憶力いい。ユノ姉さん、歴史のお勉強お疲れ様。じゃあ早速ブリッジに戻ってハロ君に詳細データをインストールしよう。ハロ先輩、用意はいいかな？ミッション用のパスコードを入力するよ。ハロ、逃げも隠れもしない。君がガンダムだ。また謎のデータをインストールされてるけど、最後はどうなっちゃうのかしら。私のハロ、ブレイクミッション登録完了。小隊長選べ。小隊長